28年ぶりの完全試合、球史に名を刻んだ佐々木朗希。やっぱ体が一番。偉業の裏に秘められた中学時代の苦悩、そして怪物が見据えるその先の未来とは。僕自身まだまだこう、伸びしろもあると思いますし、未完成な部分が多いと思うので、